こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。落ちてたんだ。おー、で、検索したらあのニュースが出てたって。あ、そうなんだ。 Google が落ちて YouTube 見れなかったんだ。あ、そうなんだ。いや、俺ちょっとたまたま知らなかったんだけど、いや、それすごいね。逆に Google でも落ちるっていうことだよね。いやー、怖いね。まあ、そのね、さ、 Google を使ったサービスとかも、ね、関連サービスも使えなくなるってことでリリースを出していた音声メディアとかもそうそうあったよ。今日は月曜だから音声メディアのニュースまとめ、じゃあ行こうかな。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全36アプリで好評配信中です。ですから、どこか一つが落ちても多分他で聞けますので、ご安心ください。で、月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね登録、フォローよろしくお願いします。いやー、びっくりしましたね。 Google がね、落ちましたね。まあ、今は復旧してるということです。本当、現場の皆さんはお疲れ様です。対応ご苦労さ、お疲れ様です。はい、さあ、じゃあ早速ですね、今週の音声メディアニュースまとめいきましょう。2020年12月第3週、12月7日から13日までに見つけた音声配信メディア関連のニュースをまとめてお届けします。今週の注目ピックアップですが、残念ながら今週は特にありませんでした。プラットフォームビジネス関連、早速いきましょう。 Spotify がバグによるアカウント情報流出後にパスワードをリセット、テッククランチジャパンと。はい、まあ、詳しく読むと、なんかハックされたというよりは何かの、システムで、もうパスワードが、まあ、以前からなんか 流通してた。なんか要はその、なんかパスワードってもう実はかなり流出していて、いや、そのデータベースみたいなのがあるんですよね。で、そこで調べると、どうやら Spotify があったとかなかったとか、ちょっとね、詳しくは僕もよくわからないんですが、ただもう対応はね、済んでるということなので、安心しました。まあ、ただ最近あのウェブ版のSpotify に僕はあのログインするたんびに、あ、ログインじゃない、アクセスするたんびにログインさせられるんですよ。これ何関係あるんですかね。まあ、ですから皆さん一応 Spotify 利用されている方はチェックしてみてください。 Apple Music を Google アシスタント搭載スマスピで聞く方法、ライフハッカージャパンよりと。はい、ついに Apple Music ね、 Google ホーム聞けるようになりましたね。素晴らしい。いや、だからこれから多チャンネルに、ね、対応していくんですかね。ライブお便り機能、スプーン公式よりと。はい、これね、すごいですよ。ライブをしてるときに、そのチャット画面に入力フォームを出せるんですよ。だから要は本当にそのライブのその場で、まあ、コメントよりは多分長く できるんですよね、きっとね。入力フォームですからね。いや、やっぱりライブ関連はスプーン、先行ってますね。で、そのスプーンなんですが、はい、シンガーソングライターアンナの楽曲が音楽配信アプリスプーンのウェブ CM に決定と。はい、ウェブ CM、 要は CM をね、どんどん展開していくということでしょうね。はい、で、先ほどの冒頭で紹介した Google の障害については、そのスプーンとスタンド FM、 それからニコニコ動画を音声で聴けるニコボックスっていうアプリがあるんですが、公式です、ちゃんと。この3つが、公式にその Google の障害、まあ、Google の障害って書いてないところもあったんですが、あの障害が起きてますのでっていうリリースをちゃんと発表してました。はい、じゃあ次行きましょう。完全ワイヤレスイヤホンがもらえる、びっくりびっくり。ラジオトーク公式よりと。はい、ラジオトークも、ワイヤレスイヤホンのキャンペーンやってくれましたね。そうそうそう、これね、ほんとどんどん増やしてほしいですよね。結局ラジオ音声メディアですから、イヤホンね、あるに越したことないですからね。で、そのラジオトークなんですが、社長さんのインタビューが話題です。
ラジオに人生救われた若き女性起業家が目指す話せば食べていける世界ビズスパフレッシュよりと、はい、まあ社長さんのね、コメント書かれてますんで、ラジオトークファンの方はぜひチェックしてみてください。でさらにラジオトークなんですが、はい、実現したい企画を持っている人を支援します公式よりと、はい、企画をね、募る、企画を持ってる人がラジオトークからいろいろ支援してもらえるという、そういう企画だそうです。うん、なんかね、ラジオトークはそのいわゆる運営コミュニティ作りみたいなものに最近ね力を入れてるんで、腕に自信のある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。続けてビジネス関連いきますね。告知、ボイトレしてみませんか、セブンデイズトレーニングレック公式よりと、はい、一方でこうレックラジオ、レックはですね声のアドバイスを、してもらえるという企画ですね。これなかなかすごいですね。うん、レックは本当声優さんとのコラボというか絡みをどんどん増やしてますよね。でもね、うまいところ目つけてるなと本当思いますね。で企画に関してはこちらも、ボイシーパーソナリティオーディション2021開催公式リリースよりと、はい、ボイシーね、日経新聞とか毎日新聞などいわゆるメディアのチャンネルをいくつか持っていて、ただそれは、メディアの人が中の人が喋るんではなくて、公募したパーソナリティさんが喋るという形をとっているので、それが今年もやるということですね。はい、では音声コンテンツ全般いきましょう。オリジナルポッドキャストリコの欲張りホールルームが Spotify で始まります。リコさんの公式 TikTok よりと、はい、リコさん TikTok でですね100万フォロワーを持つ超人気 TikToker です。でその方がですね Spotify で公式番組を持つと、まあですから YouTube で人気のケミオさんね、ケミオさんがSpotify で番組を持ったことも当時話題になっていて、今もねチャートの上位にいますが、この TikToker 人気 TikToker さんのリコさんも番組を開始と。いやーだから Spotify 独自番組どんどんね増やしていきますね。で実際、急上昇チャート、2位にランクインしていました。うん、そうやっぱり TikTok と音声は多分ね僕はむちゃくちゃ相性いいと思います。なので Spotify さんぜひぜひもっと多くの TikToker さん、うん、招聘してください。そして TikTok は今広告収益ないですから、Spotify さんどんどん稼がせてあげてくださいっていう言い方変だけど、はい、仕事どんどんオファー出してください。うん、そうするとすごい TikTok も盛り上がりますんでね。はい、で、それについては、Spotify の公式ももちろんリリースを出していますと。はい。というわけで、データ統計関連は特に今週はありませんでした。なので、今週はですね、結構音声配信関係は、かなり控えめなボリュームリリースという感じでした。はい、気になったニュース、音声以外での気になったニュースは、ノート版のかぐわ飯、ノート版のかぐわ飯で全部 URL も含めて掲載していますので、ぜひそちらもチェックしてください。いやー、まあでも、今週そういった感じで動きがね、少なかったということですけども、ただまあ、方向性がね、なんかいろいろ見えてきましたよね。ラジオトークとレックはまあ、企画運営、コミュニティ作りかなり力入れてると。で、スプーンとラジオトーク。まあ、投げ銭とか、そのライブとかね、かなり力入れて、リスナーからの収益化を、まあ、たくさん増やそうと。もちろん、スタンド FM も、有料チャンネルとか、そういうものをやっていますが、まあ、リスナーさんから増やそうという動きも増えてると。で、スプーン。で、スプーンやナウボ、ボイシーやナウボイスとかは、まあ、有料チャンネルとかを作っていると。だからまあ、収益化の種がだいぶ各社植えられてきているなというところですよね。うん。だからまあ、一方で、
ということは一方でリスナーさんがお金を落としてくれるっていうその市場ですよね。市場を全体を音声業界増やして育てていかなくちゃいけないっていうステージに、まあ、来てると僕は思います。なぜなら一方で音声広告がですねやっぱり育ってない気がするんですよね。海外ですとポッドキャスト一強なのでもうポッドキャスト広告っていうところにテクノロジーが集約されかつ英語っていう言語の特性も多分あってやっぱり音声認識とかも多分しやすいんだと思うんですよね。日本語ってどうしても異口同音がねたくさんあったりあとまあ日本語のものを開発してもって話もそもそも世界的に見るとあるわけですよ。だからそうなってくるとやっぱ音声広告がなかなかね出てこないということはラジコ一強が変わらないということですから、まあでもラジコ一強が変わらないと判断したからこそリスナーからの収益化っていう方に舵を切ってるところが多いのかもしれないですけどね。でもだとするとやっぱり第三勢力の人たちポッドキャストの人たちはやっぱりリスナーさんお金を使ってくれるっていう雰囲気作りはね業界全体でやっぱり知っていかないとまあまあちょっと来年厳しくなっていくんじゃないかなという気がしますね。まあね、サイバーエージェントさんが一発音声広告出してくれるといいんですけどね。ただラジコになっちゃうんだろうな。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。